ャンくん。ハッピーバレンタイン。バレンタイン。あれどっちだ。いただきました。すごいのが来たよ。ゴディバだよ。わざわざお届けになりました。なりました。お届けいただきました。すいません、ありがとうございます。しかも高級ゴディバでございます。こんな高級なの大変だね。はい、どうもありがとう。ありがとう。開けたい？開けようか、じゃあ。ちょっと待って、これ多分ね。あ、おリボンはこれ。あ、こうやってスライドできた。はい、行きますよ。よいしょよいしょ。あら、テープがついてた。ちょっと待ってね。よいしょ。これはちょっと、きれいに。できるかな。よいしょ。ういー、バカ。はい、またゴディバ。これね、ちゃんと説明が書いてあるんだよね。これはこれだよってね。なるほど。うん、前ね、うん、いただいた時も。はい、かわいい。ちょっとカメラの影になっちゃう。そうなんだよね。カメラの今回形がいろいろあるね。明るくした。あ、明るくしたよ。うん、はい、はい、どうもありがとう。ありがとうございます。こんな高級なものをいただいちゃって。その他にこういうのは、これはなんだ。あ、こっちはね、ジャン君用。こっちはお父ちゃん。なるほど。黒金パパ用。なるほど。ちょっと待ってね。これが。私とポンちゃんからクロケンパパ用に、はい、こなんかかわいい袋を買ったので、これにひとまとめにしてみました。開けていいよね、はい、これはよいしょ。ポンちゃんからはアポロチョコ、ね、ジャン君の肉球チョコです。かわいい、ね、ポンちゃんが持ってる感じ。そうそう、でいつもの可愛いにゃんこのやつ。はい、ポンちゃんヤンキー。ポンちゃんとか。飛んでポンちゃんヤンキー。そうなの。はい、で黒猫でシリーズにしたのね。そう。で、これはチョコ、なんだっけ。コーヒーのやつが入ってるチョコは、なんかこれぐらいしか見えなかったので。ボン、ノエル。うん。なんかこれを買いました。こっちは、毎回可愛いので、いつもシリーズで買ってしまうにゃんこです。猫だね。いいでしょ、かわいいでしょ。うふふ、はい、こっちも開けようかな。こっちはね、テープでつながってんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もっと大きいやつも買いたかったんだけどね、売り切れてた、うん、なんか今年早かったっぽい。うん、あっという間になくなっちゃって。あ、この絵いいね。あ、ほんと？あ、ほんとだ、かっこいいね、うん。あ、これ、なんか前はなかった、こんな大きいにゃんこ。猫だらけやー。かわいい、こっち巻きよーって。こっちはね、多分ね、大人っぽいやつ。コーヒーが入ってるやつだから。全部じゃないと思うんだけどね、うん、2個くらいは確かすごいこうやって見て、あ、コーヒー入ってる、コーヒー入ってるって言って買ったから。よいしょ。なんか意外と少ないのね、コーヒーが入ってるチョコがね、うん、なんかボンノワール、コーヒーだらけ、コーヒーチョコだらけになりました、はい、どうもありがとう。これひょっとすると、
若い頃に3人からもらったのが最高ですって今日生配信で言ったつもりだけどでも去年もいただいたよ。だよね、うん、年取ってからの方が多いですありがとう、ね、昨日も今日も大変な量になってきました、ね、頑張って食べてね。はい、あとジャン君用のやつも一応取る。はい、ジャン君用はチョコじゃないけど、あ、これだ、よいしょ、ジャン君用のやつはポンちゃんからの可愛いキャップちゃん、よいしょ、はい、ジャン君に私からのジャン君用、はい、こっちがポンちゃんからのジャン君用にしてみました。いつものだよ。よいしょよいしょ、いつもの美味しいやつ、大好きなやつ、キュアチュール、キュアチュールとマグロ鶏ささみ、今回はこれも、そしてトロリッチ、トロリマグロ、カツオ、そう、鶏ささみ、そう、ポンちゃん君は意外とこれも好きなのでこれも買ってみました。ポンちゃんからのは可愛いでしょ、はい、これ入れ物が、うん、ポンちゃんからのやつはこうこれこれもいつものだけど大好きな、はい、クリスピーキス、そうクリスピーキスとグレインフリーとシーフードセレクトのやつ、はい、あ、ジャン君どこにいる、ジャン君あっち、ポンちゃんはここで寝てんの、ね、そうなの、ジャン君あっち、よし、こっちはあのチュール的なやつのなんかね、ちっちゃいから埋もれちゃってるけど、タラリッチ、三つ星グルメ、いっぱい、はい、おやついっぱいでした。3種類、ジャン君よかったね、ジャン君、はい、どうも、そういつもね、好物のやつにするのでいつも、何でも一緒になっちゃって、はいはい、ごめんね、はい、ポンちゃん、撮影会です、はい、よく可愛い、入れ物可愛くしてみたな、どうでしょうか。